マッシューチャンネルへようこそ。イエーイ。よ。いやもう久しぶりで、多分これ3週間2週間ぶりだと思うんですけど、もう久しぶりすぎて僕テンション上がってます。もう今日は本当楽しみなんですよ。このねマッシューチャンネルでこうやってお話できるのがもう僕にとって本当に楽しいことなんです。で、まあ今日初めての方っているかもしれないので、今回33回目の放送なんですけど。マッシュチャンネルというのはトークバラエティ番組で、僕がゲストを招いていろんなトークを繰り広げる番組になっています。で、まあ時々いろんな企画とかもやったりするんですけど、今日も面白い企画がありますので楽しみにしていてください。はい。で、実はですね、この2週間の間に一つびっくりしたことがあって、まあ皆さんね、よく iPhone とか iPad でも Facebook を使ってると思うんですけど、そのフェイスブックで実はFOX の、僕今 FOX バックステージパスという番組で番組レポーターをやらせてもらっているのですが、まあ、そういうこともあって、実は先週の半ばぐらいかな、藤原紀香さんをインタビューする機会があったんですよ。で、こうやって写真を撮らせてもらって、で、インタビューをした後にもうすごいグラマラスビューティーな感じで僕はこうやって横に立ってこうやって拍手してる写真なんですけど、もうそれをFacebook に載せて、FOX バックステージパスのページに、それを実はなんか藤原紀香さんがシェアしてくれたみたいで、彼女のページで。彼女実は Facebook ページに9万人のいいね数があるんですので、多分それを通してか知らないですけど、僕の方の Facebook ページの方のその観覧者数が以前より300倍に増えて、いやもうびっくりしましたね。これぞ藤原紀香さんパワー健在だなって思いました。はい。ということでね、まあ、そういうこともあったこの2週間なんですけど、もう行きましょう。ゲストの方をご紹介したいと思います。皆さんびっくりしないでくださいよ。ではアプレイヤーズコンテスト2012優勝者、アイニンジャーズどうぞ。イエー。に来ていただきました。どうですか皆さん、この素晴らしい面々たる、そうそうたる面々いや皆さん、じゃあちょっと握手でお迎えしましょう。再度ご紹介いたします。アイニンジャーズです。えい。今日は皆さん遠いところからありがとうございます。多分江戸の方から来られたんですよね。どうなんですか、そこら辺は。だいたい20分くらいで。20分くらいですね。まあでもね、ここまで足を運んでくださってありがとうございます。もう今日はね、アイニンジャスに来てもらった理由というのが、まあ僕たち一緒に実はもうアイニンジャスがミュージックビデオを撮影したわけなんですけど、僕も一緒に参加させてもらって、まあ、そこで今日はミュージックビデオを見せつつ、そのドキュメンタリーの方も撮影したので見ていただきたいと思います。それではアイニンジャスの皆様にちょっとご紹介していただいても、自己紹介をしていただいてもよろしいですか。お願いします。リーダーのパーティー忍者でござる。パーティー忍者ー、イエー。ロックンロール忍者でござる。ロックンロール忍者、イエー。 MC 忍者でござる。 MC MC で MC。太田忍者は話さないということでよろしいでしょうか。はい、わかりました。ではこのアイ忍者ですが、まあ、先日もうね、ミュージックビデオの方はすでに YouTube の方にアップされているということで、先日撮影してアップされたこのアイ忍者のパーティー忍者のパーティー忍者の VTR をどうぞ。
ムーブやバディバディシェキやバディバディバンから朝まで
手裏剣投げたのはあれ誰ですか。自分でござる。ロックンロール忍者。忍忍。なんすかあれ。僕口説いてたんですけど、あの女性の方。痛いっす。でも一応ポイントを外してるでござる。あ、命は命、まあ確かに別状はなかったですけど、うん、でも痛かったんで、うん、謝っていただけないですか。そうですね。ロックンロール忍者も謝らない。ちょっとここはもうビリビリ今来てます。はい、どうですか、もう MC に、あの MC 忍者の、おすごい、なんだこれ。あ、これのアプリ使ってました。アプリ使ってましたね、これはね、ござるさん。あ、そうでござるか。本番で、それはなんていうアプリなんですか。これはやっぱりオーディスコで、オーディスコ、おー、We love party でござる。さすがパーティー忍者、言いますね。パーティー忍者はもう結構常にもう盛り上がってパーティーしてる感じなんですか。まあ、ちょこちょこ六本木には出没するでござるな。この格好で。この格好かどうかは行かないとわからない。あ、なるほどでござる。そうですか。忍忍忍忍。で、さっきなんか自己紹介の時に全く喋らないで自己紹介した太田忍者。どうですか。ネクラでござるな。そうでござるな。太田忍者そういう設定なのでござるか。わかりました。まあこういうね、あのアイ忍者と一緒にこの撮った動画なんですけど、まあ僕もねこの格好で見たと思いますが、実は僕出演する以外にも実は潜入レポートしてたんです。そう、なので、まあ、いろいろ出演者にちょっと話を伺ったり、あのいろんなと勝手なことをしてたんですけど、申し訳ないですけど、まあ、そのドキュメンタリーをまとめたものがあるので、皆さんに見ていただきたいと思います。ではではでは、アイ忍者ズ、パーティー忍者の裏側ビデオ、どうぞ。はい、今日はここ日比谷クラブダイアナにてアイ忍者ズの BV 撮影に来ました。TV 撮影スタート。ちょっとちゃんとちゃんと撮ってください。すごいすごい。そうですね、和、和をちょっとイメージして、うん、和を入れてるんですけど、でも和になりすぎると私たちはこういうちょっと、なんて言うんですかね、ちょっとかっこいいセクシーな感じで踊りたいなと思って、うん、じゃあよろしくお願いします。えい、よろしくお願いします。バッチリっすね。バッチリっすよ。いつも OK なんで。はい、お呼びがかかったので行ってきます。よし、やってきました。 PV 撮影張り切ってもめっちゃスマイルして、誰よりも目立つためにめっちゃ動いたから PV の方も見るのも楽しみですね。Baby, baby, ノリノリ、ノイチ。
ビーツビーツブンブンスーパーメイこよいおむいてポンソ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 いきな DJ エビバディロッキーロッキーゆらゆら踊ってダン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 ス僕やバディバディ We had a knee chest 舐める手裏剣良平さんです。イエーイ。もうね、ダンスをすごい、バスケットボールを使ったダンスを見せてくれたけど、どうだった？いやもう、これなんだっけ？これなんだっけ？これこれ、マイクだっけ？いや本当、今年 PV に出たいって1月に思って、まさか2月にいきなり PV に出ると思ったって。すごっ。しかもこのね、アイニンジャーってその、クラブとジャパニーズカルチャーがすごい混ざってる中で、フリースタイルバスケットボールをあんなかっこよくできたのは、本当嬉しかったです。もう本当、完成するのがすげえ楽しみで。ね、どう？両辺は。そうっす。僕も急遽踊ることができたので、すごく楽しかった。かっこよかった。ね、マッシュさんのね、これも良かった。ありがとう。最高です。いや、もうみんなでね、これ盛り上げてった感じだよね。めっちゃ盛り上がりました。オッケー、じゃあ完成を楽しみにしててください。イエー。シュート。おー、元気します。あ、元気でござるか、はい。これからの出演、楽しみでござるか。楽しみでござるか。いざ、ご覧あれ。いや、今小さな部屋で、なんかクラブの中っていう設定で、この DJ が、DJ がワンサーがこうやってビートを刻んでる中で、うちらダンサーが踊り狂うっていう特進をやってました。もうみんなが見たら、この堀の深い侍がピカーってやってるから要注意、要注目しろよ。ほら、分かったか。とにかく俺疲れたんだ。じゃあまたな。プシッ。お名前をお願いします。あやこです。はい、あやこさん、どうですか今日PV 撮影をして結構盛り上がってる感じですけど、どんな感じですか？楽しいですよね、うん、本当。なんかこの格好で踊るっていうのはどんな感じなんですか？いや、もう少し踊りたいですね、本当は。あ、うん、もっとなんかじゃんじゃんやりたい感じで、うん、あー、そっか、今はね、そしてこんな感じに、そんな感じでやってますね、うん、はい。じゃあまあね、このDJ ブースでちょっとした活躍を見せるので、そこもまた楽しみです。よろしくお願いします。もういよいよ大詰めです。もうね、夜遅くなってきたんですけど、見てください、アイニンジャスが最後の最後まで力を振り絞って面白い PV にしようと頑張ってます。アイニンジャス PV 撮影、夜10時になりましたがね、朝からもうみんながすごい頑張って一緒になって、とても面白いものを作れたと思うので、もうね、このミュージックビデオの出来上がり具合とかとても楽しみです。ではアイニンジャスの皆さんでした。ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。はい、オッケー、はい、いい感じ。アイさん、ありがとうございます。イエーイイエーイ。なんか次ならありがとう。
ありがとう。ありがとう。どう。今のは見なかったことに。あ、ちょっと、そう、ここはこれこれでおしまいか。今のは見なかったことに。アプリ紹介ですね。もうアプリね、ほぼ多分行かないと。はい、ということでパーティー忍者のドキュメンタリーいかがでしたか。えい、素晴らしい。おお、花火アプリ、すげー。お、すごいすごいすごい。いや、どう、もうね、このドキュメントを見て、まあ、一番気になるのが、このパーティー忍者 の、 ミュージックビデオを作るまで の、 そのきっかけとか、いきさつをちょっと教えてもらってもいいですか。もう話せばすごく長くなるが、この企画はもう半年前から、はい、実はもう曲などは上がっておって、はい、巡り巡って、まあ、ちらりと出てたというか、かなりあのキャストでいろいろ出てた、六本木のカグワというお店で最初は撮ろうかと、和風レストランが、エンターテインメントレストランがあって、そこでやろうかっていうのから会場を変え、クラブを貸し切り、でそこにカグワの人を呼ぶとか、いろんな流れがあってもベストな方に行き着いたと。なるほど。この日に至ったわけなんですね。はい。でも多分皆さんこれ見てる視聴者の皆さんも気づきになったと思いますが、ダンテさん、あのソフトバンクの CM のダンテさんが出演されたということで、どうですか、ロックンロール忍者、あのダンテさんとは結構絡みました、撮影の合間とか。ついついご挨拶をさせていただいてください。硬いっすね。どんなご挨拶をされたんですか。YO みたいな。まあ、とても気さくであったな。すごくあのひょうきんで、ダンテさんからいろいろこれやらせてくれという、こう、遊び心が満載で、もう最後のあの PV の最後のあの、こう、こんな感じだった。予定、じっとしておれという時によく動いておられたな。ですよね、そう。あれもすごい遊び心あって、いや僕もね、見てたんですけど、なんかやってるな、いろいろって。なんか面白くするっていうなんか、ね、気持ちが見られましたよね、ダンテさんの。自発的に本当に素晴らしい雰囲気で、あのみんな楽しんで、まあ、特に一番マッシュ殿が一番はしゃいでおったら、そうですよ、おかげさまで楽しみましたよ。さっきこの声が枯れておったな。あ、最後、その辺でよく気づきになって、そう、もう枯れるほどもうね、叫びましたね、あの日は。でも、ちょっとドキュメンタリー先ほど見たときに、あれは、太田忍者かな、桜の花を、もうこうやってなんか、そう、出演者なのに、こうやってしっかりとなんか掃除してて、あれすごいなと思ったんですけど、そこら辺、どうなんですか、このミュージックビデオを作るにあたって、このね、勢いとか意気込みとかを話して教えていただいてもいいですか。それは徹底的に突き通すんですね、その設定を。ということです。はい、大谷忍者のもうね、記録が伝わりました。ござるということです。はい、イエーイ。どうですか、MC 忍者、ヨーヨー。ちょっと名前の由来とか教えてもらってもいいですか。MC 忍者、もともとあのパッドで叩いてあの演奏、言葉を演奏するで、あのそういう設定でござったらござる、ござったからのござるです。ござったからのござるですね。みんな結構喋り慣れてないなくはないです。いや、多分このござるというのは結構厳しいでござるな。あ、ござる。そうですか。じゃあやっぱパーティー忍者として、このアイ忍者ズを、どういうところに持っていきたいとか、なんか夢とかそういうのってあるんですか。もともとその1年前にあったそのアプレイヤーズという、iPad の大会
があって結成されたグループでもあるんだが、はい、このアップレイヤーズコンテストというのはその iPad や iPhone を使って演奏するコンテストなんですよね。その2013年にもこのコンテストが行われて、それには M フローのバーバルさんと小室哲哉さんが、ね、出演もしたというビッグイベントだったんですけど、まあ、それにも出演なされて、それの初代、チャンピオンいただいたんで、チャンピオンなんですよね。2012アプレイヤーズコンテストチャンピオンなんですよ。まあ、その最初に優勝した時から、言っておるのが、はい、アイニンジャズの今のゴールは、レディー・ガガと共演するという、うん、あそこに向かって今一歩ずつやっているところでございます。おお、レディー・ガガですね。こういう PV でちょっとジャパニーズスタイルこのままソングいいですね。それができたら最高ですね。どうですか、ロックンロール忍者。そのね、ね、さっきこれやってきましたからね。あ、握手しとくでございます。最後そう握手。お、仲直りでも。仲直り？あ、ファイトでも。いいんですか？じゃあこの場で。はい。お、よろしくお願いします。はい、とのことでロックンロール忍者とサムライマッシュはこれにて OK です。僕たちの関係は良好です。よ。ということでね、ちょっと。このミュージックビデオで使ってたアプリとか紹介してもらってもいいですか？なんか面白いアプリとか結構出てきましたけど、ロックンロール、その MC 忍者の今持ってるのあれはダンテさんが使っているシーンがあった、サムライムシという、ラップムシという流行ったアプリの海外版、すべて英語でラップムシをやる、サムライムシというアプリです。あ、なるほどね。あ、じゃあそれを押してちょっと、アイアムニンジャ、このフレーズを実際曲にも使っているフレーズ。なるほど。あ、じゃあちょっと僕とコラボしてもいいですか？あ、もしかしてこれビートとかあります？じゃあいきますよ。Yeah. ありがとうございます。アイニンジャスとマッシュのコラボ、ありがとうございます。あとはこれだ、忍者、はい、ロックンロール忍者、ロックンロール忍者の、あのソロの時に使ってた、ちょっとそれを紹介してもらってもいいですか？これはサムジャムというアプリで、そうでございるかな。サムジャムアプリというのをちょっと説明してもらってもいいでございるか？お、パーティー忍者が説明してくださるでござるな。もう百聞は一見にしかない。はい、はい、どうぞ見せてください。音が伝わりづらいかもしれないでござるが、実際に今ギター、エレキギターの音を iPad で弾けるってわけですね。しかもこう音の設定がスケールといって、音階が和風になっていて、なるほど、すぐに弾けるという。だからあの動きをちょっと再現してもらってもいいですか？ミュージックビデオ見たら、あれすごい動きだと思ったんですけど、お願いします。ロックンロール忍者、ということで、アイニンジャスの皆さんでした。ありがとうございます。すごいすごい。いや、今日は本当ね、忙しい中、江戸の方からやってきてくださってありがとうございます。はい。で、なんか今回、ちょっと宣伝したいことがあるということで、ね、なんかビッグイベントが。あ、イベントというか、イベントというか、なんか、先ほどのミュージックビデオのパーティー忍者が、いよいよ、あさって4月10日に配信でございます。おー、来ましたね。配信、つまり4月10日にアイ忍者配信デビューということですよ。
いやー、本当これからの活躍もすごい楽しみにしていますので、これからもよろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん、今回のマッシュチャンネルはここにてお別れですが、今日はアイニンジャスと一緒にお送りしました。ではまた次回も楽しみにしていてください。はい、では皆さん一緒に決めポーズでお願いします。さらばアイニンジャーズ。いやー、ありがとうございます。古ぼけた女を見てみると、忘れかけてた本が置いてあったよ。時間を超えて旅に連れて行ってくれるんだ。遠い昔の自分を思い出すんだ。